さあジエンドのボーカルサラさん初登場というところで、盲目のボーカリストで声は沢城みゆきさんが担当されていますけれども、優がサラを連れて行ったお好み屋さんの店員さんは皆さんご存知杉田智和さん。いやこのねアフレコでもね一悶着あったんですよ。二悶着ぐらいなかった？二悶着ありましたね。いや三悶着ぐらいありましたね。まず最初にこうテスト本番というような順番でアフレコっていうのは進むんですけど、テストの段階で杉田さんが持ってこられたのがなんかもうちょっとまともな人だったんですよね。そう最初はね普通だったね。普通のちょっとチャラいバンドマンみたいな。そうそう無印はね。そうなんですよ無印。無印は。そうでそこから音響監督飯田さんそしてスタッフさんの指示により、なぜかもう少し杉田さんを前面に押し出した形でっていうディレクションがされて、みんなちょっと何言ってるか分かんないみたいな空気になったんですよ。みんな何言ってるか分かんなかったんだけど、まあね杉田君は何かを感じ取ったというか。そうなんですよね。あいけないスイッチが入ったかもしれないっていう。そうなんですよ。杉田さんの時のね視線の鋭さが今でも忘れられないんですけど。そうそうそう。杉印が入った。ああなるほどみたいな、そういう感じがあり、でさあいざ本番ってなった時に杉田さん何を言ってるかわからない人っていうのを持ってきたんです。8割ぐらいわかんなかった。そうだからいらっしゃいませとかも最初はいらっしゃいませって言ってたのがシャッサーみたいな。そういう風な形のやつを本番で持ってきたんですよね。でなんかやっぱりお芝居的にもまあねサラのファンだっていうからあれなんだけど、あらじゃあじゃあだろ僕らサラちゃんじゃないですか。もう目指すラッシャーラブリーですみたいな。それまず返せないじゃん。なんて言ってるかわかんないんだから。でそこからだから台本だとそもそも普通に。はいよって書いてあるんですよ。それが杉田さんのスパイスが加わったことによってはいよになり、で本番を終えてリテイクの番になった時に杉田さんと何言ってるか分からないのでもう少し真人間に戻してくださいっていう風なディレクションが飛んで、うまい具合に絶妙なバランスで、でちなみにではこちらお召し上がりくださいっていう龍也の最後のセリフなんですけど、これ普通に最後のセリフじゃないか、そう出す時のセリフなんですけど、普通にお召し上がりくださいで終わってるはずなんですけど、まあ皆さんオンエア見ていただいたら分かる通りお召し上がりくださいなんかついてる。そうなんですよ。ね本当にシャーロットのキャスト陣は笑い上手が多いんです。そう。特に内山昂輝が超笑い上手なんですよね。だからまずい笑うって言ってずっと隣でピクピクしてて。で私も笑い上手なんで。だよね。そうなんです。すぐ笑っちゃうからみんなノイズを立てまいともう必死でした。いらっしゃい。広島焼き一つ。あと生中。はいよ。僕はウーロン茶。はいよ。あ、いや、広島焼き2つで。はいよ。分など焼くかい？あ、いや、この人目が不自由なんで焼いてください。はいよ。って、は？目が不自由って？あなた、まさか。チェス、ジエンドのボーカル、サラシェンディース。やっぱりだ。すサラさんがこんな小汚いお好み焼き屋に来られるなんて。ああ、明日ライブ行きます。そう、それで色紙にサインを。あ、いいよ。見えなくてよく書けるもんだな。ありがとうございます。ではこちらお召し上がりください。いやー、ありがとうございました。ライブ楽しみにしてます。